はい、どうもこみです。さて本日もですね、こちら TH コンプリーターさんからお届けしたいというふうに思うんですけども、本日のテーマはですね、ドラグバットですね、ドラゴンとコウモリの組み合わせ戦術ということで、まあ空の戦術の中では、まあたまに見かけるかなぐらいのもんだと思うんですけども、それをちょっと今日はですね、取り上げていきたいというふうに思います。で、先に言っておきたいんですが、この攻め方ですね、基本的には、非初見でのやり方をお勧めします。初見でですね、やるのはあんまり多分得策ではないんじゃないかなっていうふうに思うのですけども、まあですね、ちょっとそのような話も途中挟みながら、まずは1本目見てもらいたいと思いますね。こちらですね、JWC の中で1個、取り上げたいんですけども、これどんな、まあ、プランニングでいくかっていうと、富士方面に突撃艦を当てていって、まあ、この区画を潰しますよね。で、12時方面のここ、これに関しては、アーチャークイーンとバーバリアンキングをこう当てていって潰すんですね。で、そうしたことによって残った、ちょうどこの十字方面、こちらからですね、ドラゴン部隊を、ギガインフィールドに向けてこうまっすぐ進めていくという形をとります。で、こうすることによって、大雑把にまくるとですね、この辺壊せるんですね、ガーンってこういう風に。で、残った施設っていうのは、ま、この下半分になってくるんですけども、この辺、ま、見てもらうとですね、結構火力は、ま、集中してそうに見えるんですよ。クロス棒3本かな ?4 本かあったり、イーグル砲、さらには、相手のアーシャークイーンがいるというとこなんですけども、ウィズ島だったり、マルチインフェノタワーとか、透析機っていう、その一遍にユニットをまとめて処理するような防衛がないですよね。なんで、ここを、コウモリで、潰していくというような形になるんですね。で、まあ最初こんな感じとプランニングは説明をしましたが、まあ見てもらった方が早いと思うので、実際にね、アタック見てもらいたいというふうに思います。まずは、ベビードラゴンでこの、エリクサータンクをカットですね。これはもう完全にサイドカット用ですね。で、これからヒーロー部隊を出していきますけども、これがそれないように事前のカットを入れていくというところですね。ライトニングドラゴンを使ってこの富士方面処理。これはドラゴンたちをしっかりこのホールに向かわせるためのサイドカット要因というところですね。で、さらにこのライトニングドラゴンでターゲットを集めている間にこれ突撃艦を出していくのかな。ちょっとタイミング少し遅くなるのかもしれませんが、まあ12時方面展開しますね。見てましょうか。ここですね、アイスゴーレムでしっかりシングルインフェルノのターゲットを取ってからのババキンとアーチャークイーンの突っ込ませですね。こうすることによって両ヒーローがしっかりと生きてですね、ドラゴンの天敵になる対空砲2本、これをきっちり覆うことができます。で、まあヒーローの特殊能力はもうこれは自動発動できるので、あんまり見ないでですね、まあ時間短縮のために富士方面、ここですね、突撃艦からの、はい、ここですね、イエティ撃っていきます。で、これもですね、初見だったんです。今回は初見だったんですけども、本当はこれ初見だったらおそらくですね、これイエティ入れなかったと思いますね。援軍がラバとアイゴレなんで、これもう対空ユニットには全く釣られない援軍になってくるじゃないですか。こういうのがいるのであれば、援軍釣らない方が得策なんで、イエティは使わなかったと思いますが、まあ、今回はですね、初見っていうのもあって、面軍する前提でこういう風にね、イエティを使って持っていったというところになりますね。で、ドラゴン部隊、今十字方面集結して、この援軍たちと勝ち合ってます。まあ、ちょうどね、この周りにダメージ与えてくる施設がイーグル砲ぐらいしかないので、まあ、そんなに超高火力帯でこの援軍処理をしなくて済んだっていうのが、まあ、不幸中の幸いっていうところかなと思いますね。あとはしっかりとこいつがホールまで走っていって、トームをかけてギガインフィルノの爆破ダメージも回避しながら進んでいくというところですね。で、残った6時方面ですね。これでもう完全に、ウィズ島だったり、マルチインフェルノとかギガインフェルノ、こういった施設がもう、完全に、クリアされちゃってますので、コウモリ、これだけの数を、撃ち落とすためのユニットっていうか防衛がないですよね。まあ、それでこのテスラとクロスボウぐらいだと思うんですが、まあ、それでもコウモリが数になると結構なダメージになるので、もうクロスボウすら一発で、落ちていってしまいそうな勢いというとこですね。最後の、まあ、この、ウィズトンが少し怖いんですが、フリーズしっかり温存していってますので、ここでフリーズを、解放することによってですね、このギリギリのタイミングですね、撃っていって、コウモリでウィズトンをギリギリ降り切るというとこですね。あとは対空砲1本になればコウモリで全然もう怖くないので、このまま押し切っていくというとこですね。最初のやっぱ援軍処理とかでイーグルほど着弾を何発か食らってしまったっていうところがですね、まあ、このドラグバットのドラゴンがだいぶ減ってしまった、まあ、要因かなというふうに思うんですけども、そこですね、秘書権であれば、この援軍釣らないように、まあ、バルーンを入れるなり、ライトニングドラゴンだったり、まあ、ドラゴン2体プラスバルーンとか、まあ、そんなようなね、編成で、空系だけで、すべて構成するというような格好を作ることもできたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ロイヤルチャンピオンがね、中央にこう中央突破でこっからこう、なんていうのかな、入っていく。っていうのがですね、ここですね、ロイヤルと。
チャンピオンがギガインフェルノにこう向かっていった段階で、まあ、援軍つっちゃうんですけども、これがですね、中に入ってる援軍がラバとアイコレって分かっていれば、まあ、このロイヤルチャンピオンの使い方は多分しなかっただろうな、というふうに推測します。まあ、ということでですね、この攻めっていうのは基本的にはドラゴンとコウモリどっちを先に出すかっていう、まあ、ポイントに関しては、なるべくドラゴンが先の方が最近のタウンホール13には刺さりやすいです。一方で、タウンホール12には、全然コウモリ先出しっていうパターンも、いけると思うので、まあ、それもですね、ちょっと、最後の方で、触れたいと思います。で、TH コンプリーターさんからは一旦離れて、関西クラクラクラブに飛びます。では、こちら、どうぞ。はい、ではこちらですね、見ていきたいというふうに思います。タウンホール13の、まあまあ、壁以外は完走に近いかな、というような、まあ、とこですね。まあ、どうだろう、大砲とか、まあ、上がりきってないのもあったりするんで、アーチャーとかですね。まあ、まだ完走とは言えないんですけど、まあ、それなりのタウンホール13レベルの火力は十分ある、村かなというふうに思います。で、これですね、簡単にプランを話していきますと、ここ、まずアーチャークイーンで削っていきますね。突撃艦をホールに当てていって、で、そのままですね、援軍も多少釣れちゃいます。で、釣れちゃうんですけども、まあ、それっていうのは、処理を、簡単にこうやっていきながら、ドラゴンたちはここからですね、11時方面から3時方面に向けてこう発進させていくと。で、コウモリをこの、3時方面のところにこう打っていってですね、で最終的にはドラゴンとコウモリを、着地時点6時の方向に向けて進めていくと。まあ、このようなプランニングになってます。で、これもですね、実は秘書券なんですね。初見なんですけど、なんていうの、その、同じ村が2つあってですね。で、結果的には、この村、この15番は初見なんですけども、別の村をこのパンセタさん攻めた後に攻めてるんで、まあ、秘書券に近いと。で、防衛軍はですね、その1個目の村は、ラバハウンドと、あと、アイスゴーレムかなだったんで、これイエティを使ってドラゴンに切り替えてるんですけども、まあ、残念ながらですね、ビビドロが出てきて、まあ、若干ちょっと、ドラゴンの進行が遅れたと。また別にドラゴン対ペピドラだったら、まあ、しっかりですね、ドラゴンたちの火力で、潰すことができるので、あとは、これですね、援軍釣らないように進めていくというはずでしたが、釣っちゃったというところですね。はい。で、まあ、これは本当のですね、初見に近い攻めなので、まあ、釣らないつもりでいたんですが、ババキンが事故って釣っちゃったと。で、まあ、言いたいのはですね、ここのコウモリですね、このウィストをさえフリーズで凍らせちゃえば、あとはコウモリがこんな感じで、ガーンとこのウィストを壊して、壊し終わった後、この、周辺部にある、シングルターゲット施設、インフェルノタワーとか、あとアーチャー塔とか、グランドウォーデンの像とかですね、でこの辺にガンガンとこうダメージを入れていきます。で、最終時点6時の方向なんですけども、ドラゴンとコウモリがこう合わさることによって、ウィストのターゲットは、コウモリが取る。で、それ以外は、逆か。ウィストはドラゴンが取る。それ以外はコウモリが潰すという感じですね。で、こんな風に、コウモリある程度の数を残して、こう、仕切ることができるわけですね。です。まあ、こんな感じです。やっぱりですね、先出しのコウモリっていうのは、なんで、ま、13の環境でやりにくいかっていうと、透析機器が2本出ちゃったことによって、コウモリを一発でこう焼き切っちゃうような、マルチ攻撃施設っていうのが増えちゃったんですね。まあ、そのために、若干順位とか11に比べると、先出しコウモリをできるその範囲っていうか場所っていうかがなかなかないというのがですね、まあ、難しくしてるところです。なんで、タンホール13でやるんだったら基本は、後出しの方がいいかなっていうふうに思います。でですね、まあ、今回のこのパンゼータさん、1番にこんな感じで攻めてたんですけど、同じ村なんですよね。で、やっぱ対地のクロスボウが多いっていうこと、こんな風にですね、多いっていうことと、インフェルノタワーがシングルっていうこと、まあ、これがですね、結構、このコウモリを使う時の、まあ、条件になるのかなというふうに思います。対地のシングルタワーってですね、対地のクロスボウって、当然コウモリにダメージ与えてこないっていう、まあ、それだけじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあ、ドラゴンにも与えてこない。それもそうなんですよ。だけど、本当にね、コウモリに、対する、その、クロスボウのダメージってバカにならないですよね。連射機能がものすごいから、あっという間にコウモリの数を、秒で何体も撃ち落としてきちゃうんですよ。なので、なるべくですね、コウモリってクロスボウとはぶち当たりたくないんですね。なんで、対地クロスボウのある村。で、さらに、当然、インフェがマルチじゃないシングルっていう、これはもうすごい大きな条件ですね。まあ、この辺の条件が当てはまる村であれば、ドラッグバットっていうのはちょっと検討はしてもいいかもしれません。ただ、ですね、ちょっとこれまあ残念な話なんですが、優先順位はあんま高くないと思いますね、この攻めって。初見で向かないっていう話をまあしたところからしても、まあ、感じてもらいたいかもしれませんが、不確定要素が結構大きいんですよ。なので、もう完全にですね、秘書券で、テスラの場所だったり、罠の場所、あとは、防衛援軍何入ってるのってところが、もう見えている状態であれば、逆にですね、やるその手数は少ないので、
ミスが少なくって、安定感が出るんですけど、初見でやるのと全くこれ話が変わってくるので、できればですね、皆さんこれ初見での、まあ、運用っていうのをおすすめ、私はするかなというところですね。はい、まあ、ドラゴン戦術って結構ですね、星2を確実に取りやすい戦術の、まあ、筆頭に挙げられるようなものなんで、まあ、結構、まあ、そういう意味では、初級者から中級者にかけては、クイヒディガホグとかよりも、まあまあ、使いやすさはあるかなという気はします。うん、しますね。ただやっぱりですね、上級者になってくると、逆に前回の安定感っていうところは少しですね、今言ったような戦術よりも劣るかなと、特に初見ですね、初見の場合は思うので、なるべく皆さんこれ、ある程度ね、もう全開を取ることを意識しながら攻めているような方の場合には、初見で使うことをお勧めいたします。で、こんな感じですね。最後ですね、惜しかったんですよね。ただ、コウモリがちょっとですね、このクロスじゃねえわ、インフェと、アチャトンにこうやられてしまったと。この要因は、援軍をですね、この、こうですね、虹側で釣っちゃったんですね。で、釣っちゃったことによって、そのラバーハウンドのラバーパピーにですね、ドラゴンがみんなこう引きずられちゃったというのが敗因です。このドラゴンたちがさっきの、1個前の攻め、15番をこのパンセタさんが攻めたアタックでは、しっかりとコウモリたちと一緒に、6時にね、みんなドラゴンがこう、向かってきてましたよね。このドラゴンたちの、横取れっていうのが最終的にこうね、コウモリたちを守りきれずに、まあ、焼かれてしまうことにつながっていったというところになります。これも結構惜しかったんですよね。まあ、なんで、そういうミスがあったとしてもですね、結構取れちゃうんですよ。そこそこのパーセンテージは。なので、これ条件は何度も言いますけども、このクロスボーンが対地、あとはインフェルタワーがシングルという条件ですね。ここをちゃんと見誤らずにやっていけば、対空砲なんかはすごいコウモリに弱いんでね、そこをうまくこうコウモリで潰していく、プランニングができてくると非常に、刺さりやすいのかなというふうに思いますね。まあ、ドラゴンの天敵ってやっぱ対空砲と、あとは、シングルインフェルノなんで、これをしっかりコウモリで潰せるっていう、まあ、そのメリットは大きいですよね。ではですね、最後、私のアタックちょっと見てほしいなと思うんですが、これ失敗アタックですね。なんとかドラグバットの先出しコウモリで全開取れねえかなと思って頑張ったんですけど、ダメでしたね。今回のこの相手もシングルインフェルノですね。で、クロスボウが、まあ、対地がこう多めというところがあってですね、まあ、刺さらなくはないかなと思ってやってみました。だからまあ、誤算だったのは、ですね、どうだろう。これ多分ですね、いけたかもしれないんですけど、このウィストにコウモリが焼かれちゃうんですよね。ここまでは結構いいと思うんですよ。ちょっとね、本当はこのウィストを今のバルーンたちで壊したかったんですが、ホーミングだったり、このロイヤルチャンピオンだったりが、なんだ、突撃艦についてきちゃって、ちょっと早く弾けちゃったってところありますね。で、まあ、このドラゴンたちが釣れちゃったので、もうこれ初見なんですけど、釣れちゃったので、まあ、仕方なくこの3時方向に釣ってアチャックで処理していくという形ですね。まあ、これフリーズ使ってもらったのかな、ちょっとフリーズをなるべくコウモリに使いたかったんで温存しちゃったんですよね。で、このアチャトを、これコウモリのルート作りですね。こんな感じでコウモリのルートを作るためにアチャトをこれ潰していきます。で、こうすることによって、ちょっと一回止めますね。ですね、アイスゴーレムを、このテスラのところにこう当てて、まあ、テスラが出てきちゃったんで、本当だ出てこなかったらもう少しこの対空砲ラインに当てたかったんですけどね。で、ウィズ島の動きを封じた上で、コウモリをこの、11時方面からこう出していきます。で、理想的にはですね、コウモリをこっちにこう流していきたかったんですけども、ちょっと、これ完全にね、そうなんですよ。ルートがおかしくなっちゃったんですよね。本当突撃艦がここで、弾けてますけど、こっちで弾けるはずだったんで、ちょっとですね、ルートがもうできなくてもうグダグダになってしまったと。さらには、今どこで見せるかっていうと、このウィズ島にコウモリが全部捕まるんですね。まあ、そこのところ見ていってもらいましょうかね。アイスゴーレム出しましたが、ロイヤルチャンピオンがやっぱこのテスラのところだと釣れちゃうので、早速アイスゴーレムが弾けちゃって、で、このタイミングでですね、このウィズ島を警戒するあまり、私結構ね、早めに、ドラゴンパートを始めようとしちゃったんですね。で、完全にこれノーマークだったんですよ、このウィズ島。ノーマークだったウィズ島が全部コウモリこう焼いちゃってですね。こうなってくると、このコウモリ5枠分、6枠分、ほとんど何も仕事しないで終わってしまってるのもなっちゃったんで、もうこれは最悪のパターンですよね。こういうのはやっちゃいかんなという、まあ、典型例をやってしまったというところになってしまいました。まあ、ちゃんとね、これ、フリーズをこのウィストに当てて凍らせていれば、まあワンチャンコウモリがもう少し頑張ったかなと。で、こっちのウィストにもこうフリーズ打っていくつもりでいたんで、いけたのかなと思うんですけども、まあこの私の教訓はですね、やっぱり初見ではいろんなね、不確定要素があってやりにくいな、このドラグバット。
特にタウンホール13でもですね、っていうポイントと、あとは、コウモリってですね、やっぱね、コウモリパートをするときには、もう集中した方がいいなっていうことを改めて思いました。コウモリに集中しないと、フリーズをタイミングよくこうね、打っていかないと、コウモリってほんとあっさりこのウィストにやられちゃうんで、そこをですね、ドラゴンに集中するあまり見失ってしまって、全部ですね、コウモリ、6枠分かな、5枠分かの、呪文枠を捨てるような形になってしまった。ここのところに関してはもうかなりですね、もったいないの一言に尽きるので、まあ、そうならないように、やっぱり、ドラゴンとコウモリパートっていうのは別々に切り分ける。ドラゴンパートを全部置いてからコウモリやるか、コウモリを先に打って、ある程度コウモリを回し切ってからドラゴンするか、どっちかのがいいですね。まあ、コウモリ足が速いんで、ドラゴンを少しね、出すのを遅くしてコウモリパート集中しても、まあ、そんな時間切れのリスクは少ないと思いますんでね。まあ、ここまで呪文を無駄遣いしてもこんだけの破壊力が取れちゃうので、まあ、そういった意味ではね、初見でしっかりと防衛援軍だったり、罠とか、そういうのが分かっていて、今言ったドラゴンパートとコウモリパートしっかり切り分けて運用ができさえすれば、6枠ですね、コウモリね。かなり無駄してる。これができてさえいれば、だいぶまあドラグバットって、使いやすいと思います。特にですね、タウンホール13の場合には、まあ、後から出す方が割といいんですけども、タウンホール12の場合には、ぜひね、先出しを、試してみてもらいたいなというふうに思います。私がさっきやったようにですね、ウィストとかをなるべくこう完封していって、事前にこう壊してね、完封していきながら、コウモリの通るルートを作るんですね。ガーンと作っていって、で、コウモリでも、ドラゴンたちのためのサイドカットっていうのを結構やっちゃうような形にするんですよ。そうすると、後々のドラゴンが全然それずにしっかりと束になって、進んでいけるということ。これを可能にするのが、その投石機がないっていうタウンホール12特有の環境なんですね。まあ、ギガインフェルノがあるんで、それは当然起動させたらまずいんですけども、まあ、初見で防衛も全然対空の防衛ではないですよ。ラバハウンドとかね、アイスゴーレムとかしか入ってませんよとか。で、シングルインフェルノタワーばっかですよ、クロスボウも対地ですよ、なんていう場合には、ぜひね、先打ちコウモリからのドラグバット、これぜひ試してみてもらえたらいいなというふうに思います。今ね、イエティとかディガホグが強いんで、みんなね、対地になってるんですよね、そのクロスボウとかが。かなり今、タウンホール12は私狙い目かなというふうに思うので、この私のチャンネルにもですね、そのコウモリっていうそのプレイリストがあって、そのプレイリストにタウンホール12用のコウモリいくつも動画ありますんでね、ぜひそれ見てもらって、今だからこそそれが使えると思いますから、一回ね、試してみてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、まあ、あんまり汎用性もないかもしれないんですけども、タウンホール13ではなかなか汎用性がないけど、まあ、12は結構使いやすいと思う、ドラグバット、やらせてもらいました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。お気軽にお越しください。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。